はい、こんにちは。今回は MX Linux、 こちらの日本語版がアンオフィシャルではありますが、ライブ CD の部屋さんから出ましたので、こちらの紹介をさせていただきます。はい、ライブ CD の部屋さんで MX Linux 19日本語版64ビット、こちらが出ましたのでダウンロードさせていただきます。ちなみにこの MX Linux なんですけれども、ディストロウォッチという海外のサイトで人気ナンバーワンになっています。令和元年11月現在で MX Linux が人気ナンバーワンです。以前自分が紹介した時は第2位だったんですけれども、1位がその時マンジャロでしたね。いつの間にか逆転してましたね。はい、現在ナンバーワンです。ただ人気ナンバーワンとは言ってもあくまで海外のサイトで、日本語入力の設定はですね、初期状態からできるようになっていません。ですのでこういう風にですね、日本語版非公式とはいえ日本語版を出していただけると非常に助かります。ではダウンロードしていきます。こちらのリンクをクリック、ここの mx-19_x64-jp.iso、 こちらをクリックします。ファイルを保存するを選択されている状態で OK を押します。はい、 MX Linux 日本語版のインストーラーを起動したところです。この状態で日本語入力ができるかどうかをまずは確認してみます。メニューからアクセサリー、フェザーパッド、はい、日本語入力がライブ環境でもできます。ではですね、インストールを行っていきます。デスクトップ上にあるインストーラー、こちらをシングルクリックします。はい、キーボードセッティング、そうですね、初めから日本 US のレイアウトになってますね。インストーラーはこのままなんですね。 NEXT を押します。はじめからですね、カスタムインストールオンエグジスティングパーティションズになってます。はい、カスタムインストールオンエグジスティングパーティションズを選択した状態で NEXT を押します。はい、Choose Partitions ということで、自分は外付けハードディスクに入れますので、はい、SDD7 こちらを選択します。 EXT4 ですね。でラベルは初期状態で大丈夫だと思います。エンクリプトかな、こちら暗号化ですので特に暗号化はしませんので、このままにしておきます。でスワップの方ですね、これも既存のスワップファイル利用します。でプリファレンシズとかは特にはこのままで、はい、 NEXT を押します。こちらが確認画面ですね。はい、確認して YES を押します。次にセレクトブートメソッドということで、まあ、グラブ、はい、マスターブートレコードを選択した状態で、システムブートディスクっていうところで、こちらはですね、SDD、インストールしたパーティションのドライブを選択してください。NEXT を押します。はい、コンピュータネットワークネームズ。これは特に初期状態のままにしておきます。NEXT を押します。ローカライゼーション、デフォルト、日本語、アジア、東京ですね、タイムゾーンの方は。はい、NEXT を押します。ユーザーアカウントですね。はい、オートログインに一応チェックを入れて、NEXT を押します。はい、しばらくお待ちください。はい、インストールが完了して、起動しました。はい、MX ウェルカムですね。クローズします。はい、ではですね、更新が来てますので、はい、MX アップデーターですね。こちらの方、アップグレードボタンを押します。Yes で、アップデートが完了しました。
はい、一応ですね、日本語入力の確認もしてみます。メニューからアクセサリー、フェザーパッド、はい、ということで、日本語版なので当然なんですけれども、日本語入力はできる状態になっています。MX Linux は標準でシングルクリックの動作になっています。例えば、はい、ファイラーで、シングルクリックで、はい、フォルダーが移動します。で、新規ファイルテキストをシングルクリックしますと、はい、テキストエディターが立ち上がります。というふうにですね、ダブルクリックになってないので、慣れない方もいらっしゃるかと思いますので、一応設定方法の方、変更方法の方を説明しておきます。メニューから、MX Tools、MX Tweak、こちらをクリックします。はい、これの Other っていうタブを選択してください。ここに Enable Single Click on Desktop と Enable Single Click in Tuna File Manager Tuna File Manager、 この2つがありますので、このチェックを外しておきます。そして Apply を、適用ですね、ここだけ日本語ですね、適用を押します。はい、これで1回クローズして動作を見てみます。ファイラー、シングルクリックします。そうですね、選択された状態になるだけですね。ダブルクリックで、はい、開きます。はい、これも同じですね。ダブルクリックで開きます。ちなみにデスクトップも同じようにしましたので、例えば、コピーでデスクトップに貼り付けます。そして、シングルクリックだと、はい、選択された状態ですね。ダブルクリックで、はい、テキストエディターが起動します。はい。Windows とかに慣れている方は、この操作が分かりやすいかと思います。それと、外観の変更もできます。これがですね、メニューから、MX Tools、MX Tweak、こちらクリックしますと、まず、ここですね、パネル、Affect First Panel。これが今のディスプレイパネル、バーチャリ、垂直ですね、レフト、左側にあります。これ Windows みたいにしようと思ったら、チェック外して、こちらチェックですね、ボトムですね、水平。これで適用を押しますと、こんな感じで Windows のように、はい、こんな感じのメニューになります。元に戻す場合はチェックを外す。チェックを元に戻して適用。はい。で、テーマの方もいくつか選びます。Choose a Theme Set。MX Dark にすると、こんな感じでダークテーマになります。見づらいので、あれかな、先ほどのかな。そうですね。この方が見やすいですね。はい。テーマの変更もこんな風にできます。あと、コンポジーター。これがですね、透明度、透過処理ができます。XFCE っていうデスクトップ環境を使ってますので、透過とかは自由に設定ができます。これをクリックします。はい、これでですね、Window Decorations、Window Decoration、これ、ここですね。これを透過することができます。はい、他にも、inactive windows、アクティブじゃないウィンドウ、後ろの方ですね。はい、こんな感じで、透過処理ができます。これはお好みでやってみてください。入ってるアプリケーションは標準的なものです。インターネットは Firefox、Office は LibreOffice ですね。はい。一般的によく使われているものが入っていますね。この MX Linux の特徴が、この MX Tools っていうところにあるパッケージ群ですね。これがちょっとしたプログラムで、この MX Boot Options とか MX Boot Repair とか、これ Boot って起動のことなんですけど、起動時のですね、オプションを変更したり、起動時に何か問題があった時にリペア、修復してくれるっていうものですね。この下の MX Cleanup っていうのは、古いファイルを削除してくれるちょっとしたツールですね。
残念なのがこれがまあ英語表記の説明になっていることですね。MX Linux はまあ海外のサイトでナンバーワンの人気を誇っています。軽量であって安定であること。これがですね、人気の理由の一つで、で、またさっきの MX Tools っていうところに、ちょっとしたトラブルが起こっても解消ができる、まあ、痒いところに手が届くようなソフトが入ってるってことで人気が高いんだと思います。完全に日本語に対応してくれれば、まあ、日本でももっと人気が出るんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。軽量さと安定性で人気の高い MX Linux。日本語版が出たことで導入のハードルが下がったかと思います。今後もですね、バージョンアップのたびに日本語版が出ていただければ助かりますね。はい、今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。